セレッソボールです。ただすぐに奪い返す YS 横浜、バイタルに入ってきて左足、鮮やかなゴール、浅川節目となる今シーズン10ゴール目、ホームの YSCC 横浜が先制です。ドダテのインターセプトから浅川がバイタルに入って左足のインフロント、しっかりとコントロールしたシュート、サイドネット